皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエイリアンアイソレーション遊んでいきましょう。で、前回の続き、エイリアンをサーバーファームに閉じ込めるというね、無茶苦茶な作戦を誰かおっさんが立てまして、でそれに加担させられています。サーバーファームを封鎖する。で前回はようやくねセーブポイントにたどり着いて先に進んでいきましょう。こっち緊急封鎖失敗、未確認生物。この先にアンドロさんがいますね。ワーキング場、あしかも敵対してるっぽいな。アポロに報告、どこにいる？ここなんかすっごい音が静かなんですけど、どうやらワーキング上もその未確認生物エイリアンを発見したらしい。あっちだね、マップ。近い近い近い、今のエイリアンだ。はい来た、はい来た、はい、そこにいるそこにいるそこにいる。こうなると火炎放射器で撃退するか、もしくはやり過ごすかの、もう二択なんですよね、完全二択。どっか行った、こいつは有効的なやつ。いや本当にこれ言葉をね失いますね。で武器を構えてるとこのエイムが遅くなる、これもまた癒し度が高い。たどり着いたで、おい、とりあえず中南を起動してしまえばこっちのものっていうわけでも ないか。この最中に襲ってくるの本当やめてね。よしよしよし、あっ、ここいかんここいかんここいかん、ライフが減る。ここら辺にセーブポイント作ってくれ。これのこれね、よし、管理者権限が与えられた。待って、何ですか何ですか、ちょ待って、怖い。サーバーファームを封鎖する。あそこにいるっぽいな。すまん、すぐ直す。サーバールームから脱出する。どっち、待って、近い。あ、来た。彼らはね、なんていうの、喧嘩しないんですよね。なんでか知んないけど。そこにいる。もうちょいだ。怖すぎ、帰れ。あっち行った、待って、何が開いたの。あっ、びっくりした。何今の。
今のびっくりするわ。ここ左だね。目の前をエイリアンがダッシュしていくって何なのあれ。こっちか。ここちょっと待って、安全エリア？どっちだ？こっち。なんか変な音しなかった？気のせいか。新館、ここ一回過去に来たとこだ。前になんかいる。多分アンドロさんですね。やつが追ってきてる。また罠にかけるとか考えとんのか。あ、待って、人がいる。いやー、ちょっと待って、そこに今武装した人がいたわ。どうしようかな、これこれきついな。で、しかも後ろからエイリアンでしょ。LANケーブルが接続されていません。いや、してるんですが。いや、これ超困った。どうしよう。あ、奥にもいる。まずいな。ただそっちなんだよな、進行方向が。行って、おいおい、くるってくるって、ほら、あぶね。これセーフ、これセーフ。あっち行けよ。ここでメディキット2個も使うか。これもったいないな。セーフポイントはただいや、これきついわ。出るに出れない。あっち行った。いや、あいつやってくれよ。ちょっとここはダッシュで。オッケー。いやー、もったいなかったな。今2つ使いましたね。これは痛い。どうしよう、メディキット作っとくか。正面に来てる。ちょっと見ていい？あ、そこにいるのか。下からは出れない。あ、出れる。ここなんだ。火炎放射燃料、よしよし。プラズマトーチがないと開きません。となると行くのはやっぱりこっちだね。ここきついな。多分うまいことやれば、あの奥の人に気づかれずに、あいつの配置を最初から知ってれば。エイリアンいないね。で、ここね、ほんとダクトに気をつけながら行きます。待って、どっち？今走ってきた系の音がした。よし、ちょっと待ってね。マップを確認しながら行かないとまずいな。これどこだ？まっすぐ行っ
で、そこだね。あ、びっくりした。リボルバー弾薬。ある程度の距離に持ち込めれば、セーブポイントし、ここら辺絶対セーブポイント必要でしょう。よしと、とりあえずエレベーターに乗って先のエリア。ここもなかなかきついですね。ただやっぱり火炎放射器がね、手に入ったことでだいぶこう自衛の手段としてこれが大きいですね。あるのとないのとじゃ全然違う。ジェミニ社に着いた。分配室のドアを復旧する。セーブポイントが欲しい。あった。近いな、どっかにいる。そこにいる。臭いな。上にいる。だが先にセーブ。人がいる。これは一般人ですね。This really doesn't feel right, does it? ということはここでは襲ってこないかな。ロッカーでも隠れられるということは襲ってくるのかな。アイテムはない。ただね、これ問題は火炎放射燃料ですね。これがどれぐらい手に入るか、どれぐらい余裕を持って使っていけるかっていうところが鍵になってきそう。メディキット使って、あとは何か作るもないか。閃光弾あんま使わないんですよね。ただ何かしら使っていかないともったいない。素材が手に入るばっかりで。ノイズメーカーん？何？あ、もういっぱいなのか。アイテムいっぱいになりましたね。マジか。こっちなんだよね。ドロイド用の制御端末？そこにダクトがあるんで、これ気をつけていこう。ここ左。このね、SF 感もすごいですよね。ただ見てると死ぬかな、これ。あ、そっから来てる。アイテムあるけど、アイテムをね、取ってる時間が怖い、やっぱり。あとハードモードはこういう机の下に隠れていても、エイリアンの視界に
入ってしまうと結構見つかりやすいですね。ノーマルは視界に入っても全く動かなければ確かスルーできたんですが、あれがアンドロさんで、そこに監視カメラ、こっちはね、ここにプラズマトーチ、多分これをやってる間は来ないでしょう。これやってる間に来たら終わりだよ。てかこれを先頭に使いたい、本当に。暗い。マップアップグレード、長押しで隠れる。端末にアクセス。あ、これ敵対するアンドロなのかどうかが分かんないんだよね。目が白いから大丈夫か。火炎放射燃料、これ何、でね、ここなんですが、これ海外版で自分結構ね死んだんですよ。なんで死んだかっていうと、あそこの端末、あれをねいじるとこのアンドロさんがね怒り出すんですね。で急に敵対するっていう状態になってしまうんで、どうするかと言いますと、まずね先にこっちをいじるんだ。待って、今絶対エリアン来た。はい、いるもんいますね。いるね。そう、ここのね、ここの部屋結構このエイリアンが徘徊するんですよ。あっち行った、よし。早くしてくれ。エラー、シーグソン基金、ちょっとこれ一時停止して読んでね。整備システム、8897。業務要請。管理ドロイドを派遣します。そうすると、彼がやってくるはず。8897。ほら、あんたの仕事だよ。いる。8897。来んなよ。押すなよ。これもちょっと一時停止して読みましょう、皆さん。エラーでしょ？エラー。配電システム。あ、正面にいた。それで、ブレーカーを入れて、施設を稼働させる。おい、8897。で、ここ上に逃げるところがあるんですが、はしごね。どこだ？真正面。ここ怖いな。真正面からこう開けていくのが怖い。だって後ろから出てきたらね、終わりですからね。こっちか。8897覚えとこう。セーブポイントくれ。左、右は？ここ何？ダクトか。いや、ただ あそこにいた。そこにいる。あっちなんでね、こっちから行けるのか。これ、ここで繋がってる。なるほどね。多分こっちからはいけないでしょう。いけちゃったらショートカットになるもんね。いけないですね。
左から音がする。ああ、いた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 。ずっとそこにいてくれればいいんですけど、エイリアンがね、AI 制御されてるせいで、プレイヤーがこっちに来たら、こっちに移動するんですよ。いい感じにこう、プレイヤーの周囲をまとわりつく。広いんだよな、ここも。ただセーブポイント絶対あると思う。あ、あったあったあった。正面にありますね。今回はあのセーブポイントに到達したら終わりにしましょう。人も死んでる。アイテム、燃料くれ。ない。接着剤。セーブポイントにこのインタラクトした瞬間っていうのはもうこれでセーブ扱いになるんで、 いかにこう敵が近くにいようとも、まあ、触った瞬間に無敵化されます。それはね、嬉しいですね。確かそうだと思う。はい。ではね、今回時間のキリがいいんで、また、次回につなげていこうと思います。次回はね、どうしよう。ブレーカーを入れて施設を稼働させる、分析ラボのブレーカーと、あと除染室のブレーカーを入れるの2つですね。はい。ここにね、取り組んでいこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回のエイリアンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。